東京オリンピック・パラリンピックで選手にられるメダルは資源を無駄にしない日本のサイクル技術で作られた SDGs 持続可能な開発目の12番目の目標作る責任使う責任の取り身に関わった企業が岩手県一関市にあるアリートの活躍を称えるメダルオリンピック・パラリンピック2つの大会で贈られるメダル数は約5000個 大会史上初めて、すべてリサイクルでおさむされた金属で作られたが、実は、岩手県の企みが深く関わっている。一関市の産業廃棄物どころ、ゴー、日光ファインメック。この会社のこと、の一つが、今回のメダルの元となった携帯電や、ノートパソコン、ゲーム機など、小型家電のサイクル。日光ファインメック。 熊谷博史、専務、こちらが回収した小型家電です。これら、都市鉱山と呼ばれています。小型家電に含まれている電子基板に金、銀、銅が含まれてい基板をより近くで見てみると、赤色の金属の糞が、銅、IC チップの中には金や銀が含まれてい日本で1年間に使用済みとなる小型家電は65万。 その中に含まれている有用な金属などは28トンで、金額にすると844億円分にも上る。日本の庭に眠る資源の量は、世界一とされ、都市鉱山、呼ばれるゆえんになっている。こうした資源を要するため、2013年に、小型家電リサイクル法がせ、された。日光ファインメックでは、県内、唯一国の認定を受けていて、 東北6県から回収、行っている。日光ファインメック熊谷、特選部、大体年間で380トンを回収して今、東京大会のメダルを作る取り組みは、一関市、同じく認定事業者がある青森の八戸市、秋田、大館市と共に行った提案が、きっかけとなった、大会組織委員会により、都市鉱山からつく、みんなのメダルプロジェクトとして実施さ。 日本全国の9割に当たる1621の自治体が参加した5000個のメダルを作るため確保された量は金32基、銀3500キロ、銅2200キロ。2017年から2年間で約7万9000トンの小型電が回収されアスリートの胸にかかる目だで生まれ変わった日光ファイン目は認定業者の一社として プロジェクトに参加、362トンの小型家電を回収した。日光ファンメク、小野寺増美社長、これが私が使ったものだと、リサイクルについて改めて皆さん、感じ取ってほしいなと思った。みんなでつく、メダルプロジェクトなので、小型家電は自治、が公共施設やスーパー、家電量販店に、専用の、クスを設置するなどして、回収に取り組んでいる。小野寺社長は、 リサイクルの取り組みが本中、そして世界中に広がってほしいと話す。コーファインメック、小野寺雅美社長、もの、ただ捨てられるのではなく、リサイクルされ、市場に戻ってくる。これからの子供たちに、リ、イクルが、当たり前の世の中になってくれる、とを心から願っている。都市鉱山から生まれ、メダルの輝きは、選手たちの活躍とともにレ、シーとして世界へ受け継がれる。